はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回からまた新しい動画シリーズとして、今まで私が実際に見てきた、潰れたネットビジネス塾、ネットビジネスコンサルについて、1動画1塾で紹介させていただきます。私自身は2012年の末からネットビジネス界にバーンとダイブして、2014年の末頃から Amazon 物販っていうのに取り組み始めました。ネットビジネス歴約丸9年、ネット物販歴 約7年ということですその中で様々なネット物販系のコンサルや塾、スクールみたいなものを見てきたんですがその多くっていうのがぶっちゃけた話潰れたり無償したり運営者の人がどっかに飛んじゃったりしていますこういうことを話しますと擬音商社の金の声、諸業無上の響きありサラソウジの花の色、乗車必須の断りを表すという美談に感じられるかもしれませんがそもそも不自然なところがあったり無理があるから潰れているわけですよね過去の特定の塾やコンサル についてああだこうだ言いたいがためにこちらの動画を撮っているわけではなくって、あくまでも皆さんが今からもしくは今後ネット物販と関わっていくにあたって、どういう点に気をつけなければいけないのかっていうことを腹に落としていただきたく、こちらのシリーズを今回から配信させていただきます。今回上げさせていただくのはこちら、ツールに依存しすぎたメルカリ転売塾です。 昔はオークションサイトというと日本だとヤフオク海外のものも含めれば ebay というものがありましたが比較的最近メルカリという非常に気軽にスマホ一つで不要品の売買ができるサイトっていうのが生まれましたこちらのメルカリがテレビ CM などをボンボンやり始めたようなタイミングでやはりネットビジネスの人たちがメルカリに着目して様々なメルカリ転売塾っていうのが乱立した時代がありますそのうちの一つのメルカリ転売 軸っていうのがあっという間に会員が増えて、その後あっという間に無償していったという経緯があるんですね。 原因は大きく分けて二つあります。まずメルカリそれ自体が個人間の不要品売買のサイトであって、業者的な販売っていうのをそもそも嫌っているからです。二つ目、そのメルカリ転売塾はアマゾンから商材を買い付けてメルカリで販売しましょうというやり方だったんですが、そのほとんど全ての作業をツールに依存して頼っていたからなんですね。メルカリであってもアマゾンであっても自分のサイトの情報をツールでかっさらわれるということはものすごく嫌がっています。だからこそ アルゴリズムといってそのサイトのシステムやプログラミングっていうのを頻繁に変更することがあります。この変更はそのサイトを利用するすべての人にとってセキュリティ性を高めるという意味でも非常に有益なことなんですがツールにとっては大打撃なわけです。具体的に申し上げますと今まで Amazon の情報を自動的にかっさらったり自動的にメルカリで出品しているようなやり方がシステムが変更されるごとにそれに合わせて改変せざるを得ないっていうことなんです。結果的に amazon やメルカリがツール対策でシステムを大幅に変更したタイミングでそのツールが一気に使えなくなりそのメルカリ転売塾自体もなし崩し的にいつの間にかなくなっていってしまったんですここから学ぶことっていうのは2つあります一つ目そもそもそのメルカリというサイト上で嫌われているような行為を行って商売するやり方っていうのはよろしくないっていうことです amazon では見込み出品続入無在庫転売っていうのは規約的に ng の行為 なんですが未だに無在庫転売をアマゾンでやっている人たちいますよねアマゾンがルールとして決めていることに反するもしくはアマゾンが嫌がるやり方で商売をするっていうことも同じように絶対に避けなければいけないことです次に2つ目ツールに依存しすぎない物販をやらなければいけないということツールに依存してしまうっていうことはそのツールがないと何にもできない何の技術力も培えないままツール頼りに物販をたまたまラッキーで行えている いう状況に過ぎないんですねですからそのツールが使えなくなった瞬間その人の物販っていうのも何にもできない状況になってしまうということですアナログご自身の目と手でしっかりとリサーチをできるような技術を培っていただくことが息の長いセラーとして半永久的に物販で収益を上げる大事な要素になりますというわけで今回は実際に潰れたネット物販塾第1弾ということでツールに依存しすぎたメルカリ転売塾について で解説させていただきましたもし今回の動画参考になったという方は高評価、チャンネル登録いただければ幸いですでは失礼いたします